シュルミ選手らしい美しい演技が評価されました。それでもムスタフィナも D スコア 6.4 という難度の高い技を組み合わせてきました。そしてこのナビエアも注目です。最初に伸身のフットトカチェフという技を持っています。はい、これがこの後の G 難度と認定されるようですが、ここです。この技きました。素晴らしい。ああしかしその後がつながりませんでした。すごいですね。足出し回転から背面飛び越し伸身姿勢で行ってきました、はい、これが審議申請が認められて水戸さん G 難度とされているわけですね。はい、はい、ただその後に失敗がありました。もったいないですね。さらに今マロニー2分の1決めてきました。先ほどムスタフィナも行ったマロニー2分の1ひねりイエガー宙返り、パワフルですね。力強さがあります。はい、フィニッシュは2人で抑えてきました。抱え込みのムーンサルト、途中止まってしまったのがすごい残念なんですけども、はい、あの失敗はなんていうんですか、あんな大きな空中局面、あの空中技を決められるのは本当彼女だけかなと思います。あ、悔しそうな表情を見せています、はい、今同い年のムスタフィナが慰めています。せっかくあの伸身のフットトカチェフが決まったのにというところだったかもしれませんが、そうですね、本人はやはりそこを重点的に練習してきたので、持っただけにその後の静止が悔しかったんだと思います。はい、ここですね、この技です。これが新しい技を申請して難度が認められて G 難度というふうに認定をされました。すごい高い位置でバーを持ったので、はい、その後のスイングが大きくなりすぎてしまって蹴上がりにつなげられませんでした。はい、ですね、ただこれはこの人の代名詞的な技になってきますね。はい、このナビエアも今年16歳になって世界選手権の出場資格を持ちます。ムスタフィナと揃ってこのナビエワがこの秋世界選手権の舞台に出てくる可能性は十分にあります。この平行棒は本当世界でもトップですね。もともとロシアは伝統的にこの段違い平行棒は強い国です。着地は見事に抑えてきました。タチアナ・ナビエワ15歳、少し悔しさに唇を噛むようなシーンもこの後ありました。 D スコア 6.6 という高い構成です。 D スコアも 8.150 14.750 です。あの失敗がなければ、はい、あるいは16点台という形もね、そうですね、16点台目前という形もあったかもしれません。ロシアは 44.200 という3人の段違い平行棒の合計点 88.500 は依然1位をキープしています。日本との差は依然 2.1